いやこれキャッチャーも辛いでしょう。4時間48分、まもなく5時間になろうかというこの超ロングゲーム。イリキ弟がマウンド上に上がりました。なんとなく嫌な感じはありましたけどね、今日。なんとなく長くなるといいですか。なんとなくこうもつれて長くなるんじゃないかなという感じはありましたけども、まあ、ここまでとは思いませんでしたね。これが試合開始の時とはかなりメンバー変わっておりますが、サードは後藤です。二岡が走塁の時に太ももの張りを訴えまして、すぐにベンチに下がっています。1番は後藤、そして清水、松井、高橋、清原が途中に守備に入りました。この後清原の打席が回ってまいります。そして元木、河井、元木はサードからセカンドに回っています。イリキ弟です。ジャイアンツの方はあとベンチに残っているピッチャーはサウスポーの柏田一人というところです。7番手ピッチャーのイリキ優作、イリキ弟です。バッターボックスはトップの真中。江本さん、はい、イリキ優作弟の方はずっと先発できて、はい、まあ降格というわけではないんですけどもね、中継ぎからリリーフの方に今回っているんですけども、まあ、ホームランはね相当浴びるピッチャーですよね。どうしても体が浮きますからね、投げるときに球を離すのが早くなって、せっかくいい球を放るんですけどね。はい、イリキ優作1勝1敗という成績、今シーズン8試合目のマウンドです。すでに今日はイリキサトシ、お兄さんの方がマウンドに上がりました。残っているピッチャーはもう柏田ただ一人というジャイアンツベンチ。ここはうまく抜いてきました。真中はスイングアウト。高井さん、イリキ優作は今シーズン非ホームラン11本でセリーグで一番ホームランを打たれているピッチャーなんですが、はい、バッターとして見るとそのホームランの出やすいというのは何かこう名付けるところってありますか。一番ですね、言えるのは角度がないところじゃないでしょうかね。だからまっすぐボールが来てくれるというような感じがするんじゃないでしょうか。それとどんどん向かってきますのでね、それはもう浴びる確率は高くなりますよね。そのね、角度がないっていうのはね、本人もものすごい意識してるんですよ。だから体が早くこう上から放ろうとしすぎてね、球離れが逆に速くなってるんですね。だからむしろもっと沈んだ方がいいと思うんだけどね。だからこういうピッチャーにしては珍しいですよ。まあ、最近この膝に泥のつく人って少ないですけど。そうですね、もう全くつきませんもんね。あ、つかないですね、確かにね。綺麗なもんですよ。はい、だからそんだけこう体が浮いてるんですね、球を放るときに。早いんですよ。それは高いところでボールを、なんとか角度つけようってことですね。ポンポン追い込んでいきます、イリキ優作。ただいい球を持ってますからね、腕の振りもいいし。これはバッターから見たら一番遠いところ。追い込んでイリキ、高め、これはストレート外れています。あまり角度がないということで、まあ、これは聞いた話ですが、バッターにはこうちょうど見やすいところから見やすいところまでこうボールが来てくれるんで、こう捉えやすいんだよなという話を聞いたことがありますが、変化球、ファールボールです。だからいくら上伸び上がっても限度があるわけですから、逆に沈んだ方がね、もっと低い位置にしちゃった方がかえって投げやすくなるんですよね。あ、そういうもんですかね。低めに投げようと思って高めにこうボールを浮いてくるのが多いんですよね。依然として追い込んでいます。あ、
コースに、これは素晴らしいコントロール、入木優作。ちょっと高めではありますけれども、外いっぱいというところでしょうか。あ、もういい球ですよね。さあ3番の古田、今日はホームランすでに2本放っています。打率が上がって2割9分3厘。今日の2本はいずれもライト方向への一発。右方向に行ったが、これはスタンドまで行かない。高橋が掴みました。古田の初球打ちは、ここはライトフライ。さあジャイアンツ、この後は今日初打席清原から始まります。さあ今度は13回の表というところです。まあ、うちわの話になってしまいますが、私の隣に松井みどりアナウンサーがいるんですが、スコアシートが12回までしかないので、もう1枚新しいスコアシートを追加というところに入っています。13回表ジャイアンツ4対4で、ここまで試合が進んでまいりました。清原和博、昨日も途中から守備に入って、そして1打席あったんですが、結局フォアボール、全くバットは振りませんでした。5月5日のタイガース戦、ヤブから左手甲にデッドボールを受けまして、結局左手甲の亀裂骨折、意外に長引いて戻ってきたのは昨日のヤクルトとの7回戦。こういう時に試合を決める一打というのが、これまで何度もあります。清原和博。